こんにちは、シエルです。今日は引きこもっている私の Amazon での購入品を紹介していきたいと思います。ドン、約2万円分です。はい、まずこちらです。はい、こちらはヘレナ・ルビンスタインのマスカラで、ラッシュクイーンクリーンボリュームブラック01番のラスティングブラック。マスカラはね、ヘレナ・ルビンスタイン以外は使ってない。もうずーっとリピート。このヘレナ・ルビンスタインのマスカラの中でいろいろ試してる感じです。今回はこんな感じのものです。いつもウォータープルーフなんだけど、これはウォータープルーフじゃないのかな。ヘレナ・ルビンスタインのマスカラ使ったら他の使えない。こんな感じです。はい、最近まではこのヒョウ柄のを使ってました。これを一番使ってることが多いかな。このシンプルなゴールドのマスカラ使うのは初めてかもしれないので、またレビューしたいと思います。目力をこう重視したい人にはこのヘレナ・ルビンスタインのマスカラ本当におすすめ。ちょっと値段高いんだけどね。今回買ったものは2715円でした。ヘレナのマスカラシリーズ3500円から4000円ぐらい普段するんだけど、今回はちょっと安めのものを買ってみました。ボリュームブラックということなので、どれぐらいボリュームが出るか楽しみです。はい、続きましてこちら、これすごい気になってたやつ、キールズのクリーム UFC というものですね。キールズ、こちらの今回初めて購入したのですごい楽しみにしてたの。こちらはお顔用のフェイスクリームで、最近ねフェイスクリームを冒険するのにハマってて、ずーっと直前まで資生堂のクリームを狙ってたんだけどね、いろいろレビュー見てたら結局ねこのキールズのクリームを買ってしまいました。おっと、私4700円で購入したんですけど、今ねAmazonのページ開いてみたらね4300円になってる。なぬ、安くなってるね。ちょっと蓋開けてみたらね、こんな感じで密閉されてる。開けてみよう。おぴょん、こんな感じ。ちょっと塗ってみようか。お家にいる時間のさ、スキンケアタイムを楽しみにしてて、あ、いい感じ。思ってたよりもみずみずしい感じかな。あ、でも保湿力はいい感じだよ。スキンケアとかコスメとか、こう新しいものをこう買うとやっぱテンションが上がるね。すごい楽しみ。これ初のキールズクリームレビュー、ちょっと今日の夜使いたいと思います。資生堂のクリームとずっと悩んでたの。資生堂のクリームはね7000円ぐらいカラーで、高いのだとほんと数万円するものが多くて、お値段もねまだこっちの方が手が届きやすかったので、今回はこのキールズクリームを初めて購入してみました。はい、アルミックのナイト&ビタミンヘアオイル、洗い流さないタイプのヘアオイルですね。夜用な感じなのですごいしっとりなイメージです。ちょっと前までオレンジ色のボトルのを使ってて、このブルーのタイプはね初めて。ビタミンヘアオイルということで、なんか良さそうじゃない。ちょっと後で紹介するんだけど、ビタミンいっぱい買ってて、なんか免疫力みたいなのもなんかすごいビタミン意識していこうと思ってさ。うん、透明だね。あ、思ってるよりトゥルンって感じかも。ラベンダーのいい香り。これはナイト用ですわ。寝れそうだわ、この香りとともに。思ったよりオイル自体がサラッとしてるね。でも、もう何よりもこの香りがやばいわ。香りがいい。うん、香りがいい。多分私はね、夜だけじゃなくてこれ朝も使うわ。続きまして。はい、こちらは資生堂のアイラッシュカーラー、ビューラーですね。チャックチャック、チャック。カチ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 。予備用のゴムが入ってます。これはダメなパターンなんだけど、私のビューラーの替え時が、まつげが最近ビューラーするたびになんか抜けるなって思う時って、この金属の部分がさ、もうゴムにも食い込みすぎてゴムが切れてるんだよね。その状態でまつげ上げてるから多分切れちゃってんだよね、まつげが。そうで、毎回その度に気づく、あ、もうダメなんだって思う。替えのゴムも紛失する癖ありみたいな。ダメだね。あ、入ってたわ。今これゴミと間違えて捨てるとこだった。替えのゴムがもう2つ入ってました。替えのゴム全部で3つあります。アイラッシュカーラーの中にもう1つ予備が入ってて、でさらにこの2つのゴムがついて、合わせて全部で990円でした。ここからサプリシリーズです。こちらがネイチャーメイドのスーパーマルチビタミン&ミネラル、こちらがスーパーフィッシュオイル、そしてこちら同じの2つ、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミン D。 マジシャンなのに全然持てない。
はい、ということでこんな感じでサプリを購入しました。だから最近やっぱりこう免疫力を高めなきゃと思って、今まであんまりサプリとかね取ってこなかった人間なんだけど、なんかやっぱさ外に出て太陽とか浴びれなかったりするからさ、サプリからでもねこういろいろ栄養を取っていきたいなと思って。じゃあで今気づいた、あのねビタミン D を買ったんだけど届いてないの。これ今家にあるやつなんですけど、このスーパービタミン D、 これねアマゾンでね2個注文してるんだけどまだだった。すぐ届くために2本セット買ったのに届いてないという残念なお知らせですね。これはちょっと5月に届くそうで、足りるかな。こういうサプリ系が私ドラッグストアで買うよりもアマゾンの方が安いなと思ってるんで、最近はもうアマゾンで買うようにしてます。カルシウムが1つ547円で、このスーパーマルチビタミンが1764円、このフィッシュオイルが1138円で、ビタミン D がまだ届いてないけど2つで1380円。このビタミンセットはね実家の母にも送りました。あと、ここに物はないんだけど、最近本はスマホの Kindle で読んでるんですけど、岡本太郎さんの自分の中に毒を持てという Kindle で読んでます。はい、というわけでこちらがね663円、これなんかもう本が売り切れでKindle 版を購入しました。はい、ということで今日は Amazon の購入品の紹介でした、ね、もう届くの早いし、ね、楽だしネットショッピング楽しいし、ね、なんか少しでもこうお家にいる時間をいろんなアイテムでね楽しくしていきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。